ピトケアン諸島Pitcairn Group of Islandsピトケアン諸島は南太平洋に位置するイギリスの海外領土。唯一の有人島であるピトケアン島をはじめとする5つの島からなる。正式名称はPitcairn Group of Islands。人口56人。1767年、イギリス軍艦スワローの士官候補生、ロバート・ピトケアンが発見した。諸島の周囲 300km には、この絶海の孤島に人が住み着くようになったのは映画でも有名なバウンティ号の氾濫がきっかけである。現在ピトケアン島に住んでいるのは、この氾濫に参加した水兵の子孫が主である。ピトケアン諸島の地図。出典 CIA ワールドファクトブックピトケアン諸島を中心としたセートウェイズ・アダムスタウン唯一の有人島である。ピトケアン島をはじめとする、散在する、計5島からなる。諸島といっても一番東のデュシー島から一番西のオエの島まで 500km 以上の広がりがある。ピトケアン島は火山性の島で南緯25度04分、西経130度06分に位置する。面積は 4.50 平方キロメートル。海岸線は荒波の影響で大半は断崖絶壁か。岩がゴロゴロしている浜である。そのため、大型の船が島へ接岸するのは難しい。島の北部、海を見渡す、丘の方に、バウンティ号の反乱のリーダーであるフレッチャー・クリスチャンが、いつもいたというクリスチャンケーブと呼ばれる洞窟がある。島の近くには、アダムズロックとヤングスロックという岩石の小島がある。気候は亜熱帯海洋性で、7月から12月は雨季である。夏季は摂氏20度から摂氏30度と温暖であるが、冬季には気温が摂氏12度まで下がることもある。詳細はピトケアン諸島の歴史を参照スペイン人がピトケアン島を発見した時にはすでに無人島であったが、15世紀頃までポリネシア人が住んでいたことが考古学的に明らかになっている。1767年。カートレット艦長とピトケアン士官候補生がピトケアン島を発見している。このことを知った1789年4月のバウンティ号の氾濫、者たちが1790年1月同島に上陸し、自給自足の生活を始めた。しかし氾濫者とタヒチから連行してきた者との間でトラブルが起き、生き残った氾濫者4人の間でも殺人が起き、1800年、頃には氾濫者の最後の一人、ジョン・アダムスと9人のタヒチ女性と19人の子供が暮らしていたという。1814年イギリス船が同島を訪れ、氾濫が発覚した。1825年に恩赦を与えられ同島で亡くなったアダムズの名前にちなみ、アダムスタウンという町名が残されている。バウンティ号の氾濫以来、その子孫が住み着いている。1829年に、イギリスの領土であると宣言され、正式にイギリスの植民地となっている。イギリスからニュージーランドに派遣されている高等弁務官がピトケアン総督を兼ねる。住民により、島司、立法議会のメンバーが選ばれる。2004年まではスティーブ・クリスチャン党首が島の実質上の行政を行っていた。しかし、後述する少女性的暴行事件の影響で2004年10月30日に解任され、後任には J ・オーレンが就任した。空港はなく、貨客船メガボルトクレーマー2が、フランス領ポリネシアガンビエ諸島のマンガレバ島との間を年に8往復している。船は火曜日の午後にマンガレバ島のリキテア村を出発し、木曜日の朝にピトケアン島に到着する。所要時間はおよそ32時間で、タヒチからの国内便と接続が図られており、以前より島へのアクセスが容易になったが、観光客は船のスケジュールに合わせて3日間、10日間、3ヶ月間のいずれかの滞在期間を選ぶ必要がある。施設の整った病院などに入る場合は、4000km 近く離れたニュージーランドまで船で行かなくてはならない上、急ぎの場合は船をチャーターする必要がある。島内では、住民は水上交通に改造した大型のボートを用いる。陸上では 6.4km にわたって道路が舗装されており、四輪バギーや日本製のオートバイに乗っている。産業は主に物々交換による経済として漁業と農作物を中心に行われており、島で芋やバナナやオレンジなどを植えている。鉱物資源の開発が経済発展を促す可能性があり、島の深海底でマンガン貝が発見されているほか、デュシー島やヘンダーソン島にグアノがある。現在ではドメインの PN の販売に力を入れており、島政府のホームページでもセールスをかけている。通貨としてニュージーランドドルが用いられているが、島内ではいくつかの外貨と両替することができる。土産店ではアメリカドルでの表示もされている。クレジットカードは使用できない。このほか、外貨を稼ぐため、蜂蜜、ガイドブック、郵便切手の販売も行われているが、島に寄港する船が限られているため、郵便事情が悪く、蜂蜜の場合は注文してから届くまで2から5ヶ月を要する。郵便切手については1940年10月より、島独自のものが発行されており、島の郵政組織は、世界最小の郵政機関とも呼ばれている。島民の多くは、バウンティ号の反乱者のイギリス人スイフとタヒチ系、ポリネシア人女性との間に生まれた子孫である。宗教はキリスト教で、島民は熱心なプロテスタントのセブンスデー、アドベンチスト教会であるため、基本的には、島民はアルコールは飲まないし、タバコは吸わない。ガバメントストアとクリスチャンズカフェでは、アルコールやタバコを販売しているが、品薄である。食のタブーもあり、豚肉やエビは食べないという。これは、反乱者たちが島に住み着いてから、酒に酔った乱暴な一部の反乱者らによる島での殺し合いが起きたとき、反乱者の最後の生存者であるアダムズが、聖書に助けを求めて、以来、キリスト教の教えを熱心に現在に至るまで守っているためである。詳細は、ピトケアン諸島少女性的暴行事件を、参照1999年、この島に研修に訪れていたイギリスの女性警察官が、この島の女性から、この島の14歳以下の女性と大部分の成人男性が性交渉を持っているという事実を告げられた。彼女は、この事実をニュージーランド在住のピトケアン総督に報告し、捜査の結果、この告白が事実であることが判明した。これは、本国のイギリスの法律に照らせば違法であるが、島民は男性も女性も、これは島の風習であり、イギリスの法律で裁くことは適さないと主張している。またピトケアン島には裁判所がなく、裁判に必要な判事や弁護士もいないので、実際に裁判を行うにはニュージーランドまで行かなくてはならなかった。容疑者はこの島のほぼすべての成人男性であり、島の経済はその間大きく停滞することになる。ましてや、実刑判決が下れば、島の存続にも関わってくる。一つの島が丸ごと消えてしまいかねない事件として、この出来事はイギリスやニュージーランドだ。結局、ニュージーランドでの裁判の改定は、地元の負担が大きすぎるということで、2004年にピトケアン島で裁判を改定することが決定された。判事や弁護士はニュージーランドからはるばるやってきた。イギリスの海外領土の住民がイギリス連邦に属するとはいえ、ニュージーランドの判事や弁護士により英国法によって裁かれるという変わった形である。また、島の男性によるイギリスの法律の適用外だという主張は退けられた。さらに、実刑判決が出た場合に備えて、イギリス本国では刑務所もピトケアン島に設けることを決定し、この刑務所に勤務する者の募集を始めた。2004年10月25日、ピトケアン島で裁判が行われ、7人の被告に対して裁判が開かれ、6人が有罪、1人が無罪になった。しかし、判決が出た当時はまだ刑務所が工事中だったため、有罪になった6人とも島の中で自由にしていた。2005年から6人が刑務所に収監されている。少女性的暴行事件が話題になった2004年以降、イギリス政府は島へ大規模なインフラ整備の投資を始めた。これは再発防止策であったが、結果として人口数十人の離島にしては十分すぎるほどのインフラが整っている。ありがとうございます。